上田、えー、陽キャな感じなんですかへえー、なんか知的な感じで明るさもあってあとそういう選手一番いいですよねやっぱ笑顔大事ですよね笑顔に人は集まってきますからね、えー、三笘が居残りでドリブル練習してまあいつもやってるでしょうね三笘に関しては本当にあの努力の量だけでじゃなくて三笘の場合は質を考えられる選手なんで今後もぐんぐんぐんといくでしょうね